面へ着陸したことを確認いたしました。詳細については国赤理事からお願いいたします、はい。宇宙科学研究所所長しております国中です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今ご案内がありましたように、えー、本日、えー、小型あ月着陸実証機スリムを用いまして月表面への着陸に挑戦をいたしました。 探査機は着陸後、正常に通信を日本局に伝えております、また地球からのコマンドも正確に受信をして、それに探査機が反応しておるということも確認ができております。ただし、太陽電池の発電ができていないという状況が今、確認されております。 えと現状は、えー、電力が発生できておりませんので搭載されておるバッテリーで、えー、運用がされております。で、えー、着陸に際して取られました取得されましたデータが。 探査機の中にストアされておりますので、えー、これをまず、えー、このデータをー地球にダウンリンクあ、地球にデータ送信させて、科学成果の最大化を図るべく、現在、努力をしておるところです。えー、またあ、えー、月に向かって降下途中、えーごえー、と月のお上空でホバリングしている最中に、REV1、えー、レブ の分離が成功できたものと考えておりますレブ1からは分離されますとレブ1は自動的に地球に電波を送り届けますがその電波の重心に現在成功しておるところですのでレブ1およびレブ2は正常に分離できたものと考えております現在データ取得に努力をしておりましてこのデータを 分析するのには、今しばらく時間がかかる、当初よりの予定になっておりますので、もうしばらくデータの方の紹介につきましては、お待ちいただきますよう、よろしくお願いいたします。今、現状分かっております状況は以上でありまして、さらにデータを集めて、探査機の状況を確認していきたいと考えております。 でまた、SLIM、えー、が当初目標としておりました100メーター度の高精度着陸につきましては当初よりご案内しておりますようにデータの詳細な解析を必要としておりますので、えー、この100メーター度の着陸の成否につきましては,のは,つきまし,てはしばしお時間をいただきますようよろしくお願いいたします。 えとお総ざらいしました、えー、おおむねのデータを集計いたしまして、えー、来週には記者会見をまた別途開き,開き,開きたいと思っておりますので、えーそあのそあの、正確な日時につきましても、あの週,明け週明けましたらあのご案内できるものと考えております。えー